さんこんにちは、 GSR の飯田です。本日はフィリピンの中古物件、通称 RFO と呼ばれているんですけれども、これが何かということを説明させていただきます。まず最初、この RFO というのが何の略かということなんですけれど、こちら R は Ready、 F が For、 O が Occupancy ということで、つまりどういう意味なのかというと、引き渡し済みですぐに入居の可能な物件ということになります。なので、引き渡しさえ済んでいれば、たとえ築1年未満の、もう本当に出来たての新築の物件でも、フィリピンではこの中古 RFO というカテゴリーに入ります。なので、中古っていうとちょっと古そうなイメージがあるかもしれないんですけれども、本当に新しい出来たばっかりの綺麗な物件でも中古というカテゴリーに入っております。なので、フィリピンで主な買い方っていうのが、この中古物件 RFO とプリセール、プレビルドという竣工前物件の2通りあるんですけれども、写真見ていただいた通り、竣工済みの、できている物件か、まだ建築中の物件かということですね。で、この違いを簡単に挙げますと、中古物件の特徴としては、もう物件が出来上がってますので、基本的に一括支払いになります。それに対してプレビルドの方は、竣工まで、まだ何年か猶予があることがありますので、そうすると竣工時期まで分割での支払いが可能になります。なので最初の頭金が少なく買うことができます。そして2つ目なんですけれども、中古物件の方はすでに物件が完成しているので安心です。それに対してプレビルドは竣工時期が遅れることがフィリピンでは多いです。なので、いつできるのかがはっきりわからないっていうところはあります。次、3番目。中古物件の方は、金額は本当にその市場により決まるので、具体的に今がいくらなのかとかっていうのは、本当に売り手、需要と供給のバランスだったりします。でプレビルドの方が3番、ディベロッパーによる割引があると書いてあるんですけれども、こちらはディベロッパーが物件の完成に向けて徐々に値段を上げていくことが多いです。なので、ディベロッパーから買う場合は、早く買った方が安いことが多いです。ただこの、ディベロッパーの販売価格っていうのと、中古市場の取引市場による、価格っていうのはもう全然別物ですので、別に必ずしもどちらが安いということではないんですけれども、そんな傾向があります。そして4番目、中古物件の場合はもう出来上がってますので、すぐに客付けをして収益化することができます。それに比べてプレビルドの方は、引き渡しまでは貸し出せませんので、収益化までにちょっと時間がかかりますよっていう違いがあります。こちらはどちらがいい悪いというものではないので、ご自身により合ったものを選択して投資していただければいいのかなと思います。で、最後に中古物件の大まかな購入の流れなんですけれども、このように物件選んでいただいて、契約書用意して、購入申し込みして、手付金支払って、残金を支払って、でその後引き渡し。で、内装家具入れというのは、すでに中古物件の場合は、内装家具が揃っていることもあるんですけれども、しっかりといい値段で賃貸客付けをするにあたって、ちょっとアップグレードさせていただくこともあります。もちろん家具内装が入っていない中古物件が売りに出てることもあります。でその後弊社で管理委託させていただける場合は、管理委託契約書を結び、弊社で客付けをしというような流れになります。で詳しくはもう一つのビデオ の, 中古物件購入の流れについてというものがありますので、そちら見ていただければと思います。ということで、今回は中古物件とは何か、RFO とは何かということを説明させていただきました。最後までご視聴どうもありがとうございました。